さあ皆の者、こんにちはじゃー、こんにちはじゃー。我ら、越後城越、上杉山寺支部招待、さあ名乗れ。松江でございまする。さあ、上杉影勝である。そして、毘沙門天の化身、上杉謙信であります。今日の場所はどこじゃ。春日神社でございます。春日神社、そうなんじゃの。我々が日頃演舞をいたしている場所は春日山神社であって、あれは あの明治34年に春日山城内にわしを神様として祀るために建てられた神社であるんじゃが、ここはさらに歴史があるんじゃな。そう、1100年の歴史があるこの辺りで一番古いものですから。そうなんじゃ。わしが生まれるよりも200年以上昔の、その当時の、上杉家の、方、そして長尾家の方々の力によって、今ある春日山城、まだなそこに城があったわけではなくて、そこに本来神社があったのをこちらに移して、城の守り神と、なっていただいたという歴史がある。はっ。なので春日山に来るにはここはもう外せない、ね、ぜひ来ていただきたい場所だ。はっ、うん、ちなみにこの演舞、はっ、名前がない。そうですね、本来であれば春日山城おもてなし演舞ですけども、うん、前回からいろんな場所を巡って演舞をするという、コーナーでございますから。そうね、なんとかおもてなし演舞って欲しいですな。出張じゃダメなの？出張なんかサラリーマンみたいな感じで。ちょっとこれはお客人から募集しますか。お、そんな企画を、前の部分をってことですか。丸々前の部分ってなんじゃない。丸々おもてなし演舞、丸々そこもだけでも良いし、そのものをタイトル全てでも。そうじゃな、この動画の、正式タイトルをでは、一般の、募集ということでやってみようか。はい。で、どうやって応募するのかね。そういったものも全て含めてツイッターで。あ、ツイッターで。じゃあここまで、ここまで。は、はい、ここまで。お願いいたします。ここまでっていう字幕が出てくる。後で入ると思います。では早速演舞を見ていただいて楽しんで参ろう。じゃあ一度、行くぞ！おー！皆の者、時は来たり。上杉軍、いざ！いざ！
我ら上水軍と共にこれより天正記念の勝ちの旗を上げてくれ。一同行くぞ。おお、さあ拳を上げ上げ、哀れに続け、勝ちの旗じゃ。いざ、えいえい、おお、えい。